社会人のための日本史。今日は両党徹立です。日本史オンライン講座の講師をしていただいている里野雄介先生が乱世の天皇という本を出版されました。この乱世の天皇の第一章に両党徹立について書いてくださっているので、それを参考にして話してみたいと思います。両党徹立の原因を作ったのはこの後嵯峨上皇です。後嵯峨天皇は1220年に生まれました。1242年、始皇天皇が急死した後を受けて天皇になり、1246年、在位4年にして子供の後深草天皇に譲位します。その後、後嵯峨上皇は治天の君として26年間にわたって朝廷のトップを務めました。その間、1260年に後深草天皇から亀山天皇に譲位させます。そして1268年、亀山天皇の子供の後の後宇陀天皇を皇太子に立てました。そういうことから考えると、後嵯峨上皇は亀山天皇の系統、大覚寺統を皇統にしようとしていたんだろうと思われます。この時代は院政が通常の政治形態でした。院政を行う上皇を治天と言います。天皇を辞めると上皇になりますが、上皇がすべて治天になるわけではなくて、治天というのは同時に一人ですから、上皇が複数いる場合、どのようにして治天を決めるかというと、天皇家の中の家長が治天になります。通常は天皇の父親が治天になります。この時代、天皇は子供でも務めることができます。後深草天皇は4歳で天皇になっていますし、亀山天皇は12歳で天皇になっています。で、天皇の主な仕事は、公式行事で、実は天皇というのは公式行事の連続でとっても忙しいんです。そこで、だいたい10年ぐらい天皇をやりますと、上位して上皇になります。上皇になると自由な時間が増えます。上皇が複数いる場合、天皇家が持っている膨大な荘園を管理するのは天皇家の家長、つまり治天になります。そういう状況をひっくるめて言うと、忙しい天皇、暇な上皇、おいしい治天ということになって、天皇家の人たちの最終的な目標は治天となって、天皇家の膨大な城から上がる収入を得ながら、自分の子供である天皇への影響力を行使して人事や政治を行う。これが当時の天皇家の人たちの最終目標でした。1272年、後嵯峨上皇が亡くなります。この時に、次の治天は誰になるのかという問題がありました。後深草上皇なのか、亀山天皇なのか。これを後嵯峨上皇がはっきり指名して亡くなればよかったんですが、後嵯峨上皇は次の治天については、鎌倉幕府と相談せよと言って亡くなります。後嵯峨上皇が次の治天は鎌倉幕府と相談せよと言ったのは、後嵯峨上皇の鎌倉幕府に対する配慮であると考えられています。実は後嵯峨上皇は鎌倉幕府に恩を感じていました。後嵯峨天皇は88代の天皇ですが、87代の天皇は始皇天皇です。1221年、後鳥羽上皇と順徳上皇が北条義時を追討しようとして承久の乱を起こします。で、朝廷方は敗れて、後鳥羽上皇は沖へ、順徳上皇は佐渡へ、土見門上皇は土佐へ配慮されますが、承久の乱において主戦派だったのは後鳥羽上皇と順徳上皇で、土見門上皇は後鳥羽上皇に対して批判的な立場を取っていました。承久の乱の後、85代の中京天皇は廃止されて、後堀川天皇が即位します。
そして呉堀川天皇の父の呉高倉院が院政を始めます。呉高倉院というのは安徳天皇の弟で安徳天皇の皇太子だった人です。呉堀川天皇が即位したことによって後鳥羽の流れは小唐から外れ、後唐は高倉呉高倉院呉堀川七条というふうに変わります。ところが1242年四条天皇が12歳という若さで亡くなってしまいます。四条天皇はお茶目な天皇で、御所の廊下に活石の粉をまぶして誰かひっくり返ったら面白いなと思っていたところ、そのいたずらに自分が引っかかって転倒して亡くなってしまうんです。四条天皇12歳ですから後継ぎはいません。そこで次の天皇は誰にするんだということになって候補者が2人上がりました。忠成王と国人王です。朝廷の有力者九条道家は忠成王の方を推薦しました。朝廷内では九条道家のように忠成王を推す声が多かったんですが、ここで鎌倉幕府の執権北条泰時が介入してきます。北条泰時は承久の乱の時に鎌倉幕府に対して敵対的であった順徳上皇の系統の天皇は許さない、土御門上皇の子孫である国人王の方を皇位につけなさいというふうに朝廷に命令します。こうして国人王が即位したのが後嵯峨天皇です。後嵯峨天皇はそういう経緯をたどって天皇になりましたので、鎌倉幕府に対して大変協力的で、自分が亡くなった後の地点も鎌倉幕府と相談して決めなさいと言って亡くなったわけです。後嵯峨上皇はそのように鎌倉幕府に恩義を感じていたので、自分の次の地点は鎌倉幕府に決めてもらいなさいというふうに言ったわけですが、鎌倉幕府の側としてはありがた迷惑なところがあって、そういうことは朝廷の方で決めてもらえばいいんですが、鎌倉幕府としては天皇が協力的、幕府と朝廷がウィンウィンの関係が保てればいいのであって、どの人が具体的に天皇になるかと、そういうことについては天皇家内部の問題なんですよと考えていたんですが、後嵯峨上皇が鎌倉幕府の方に下駄を預けてしまったので、なんとかせなあかんと、と言ってもどうしていいかわからないということで、鎌倉幕府は後嵯峨上皇の中宮後深草と亀山の母の西園寺吉氏と相談します。そうすると西園寺吉氏が、皇太子は後宇陀になってるんだから、亀山が天皇で政治をしたらいいじゃないですかと答えました。こうして1272年亀山天皇の新政が始まります。1274年亀山天皇は後宇陀天皇に上位して、亀山上皇が地天の君として院政を始めました。こういう亀山上皇のやり方に対して怒った後深草上皇は太上天皇号は返します、私は出家しますと言い始めます。ここで鎌倉幕府がまあ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 ということで後深草上皇をなだめて、1274年では後宇陀天皇はまだ8歳ですからお子さんはいません。そこで皇太子が決まっていないので、それでは後深草のお子さんの後の伏見天皇、この人を皇太子にしたらどうですかというふうに後深草上皇に持ちかけます。そういう幕府の指示があって、大覚寺統の後宇陀天皇の皇太子は持明院統の後の伏見に決まりました。天皇と皇太子が別の皇統から出たことによって2つの皇統が並立することが確定しました。これが両統設立の始まりです。亀山上皇後宇陀天皇の亀山院政の時代に蒙古襲来、文永の役、公安の役が起こっています。文永の役、公安の役で
鎌倉幕府の中心となってモンゴル軍と戦ったのは執権北条時宗と足立康盛でした。公安の役の後、執権北条時宗が亡くなり、1287年、鎌倉幕府で御家人足立康盛と身内人の平野頼綱が争うという下月騒動が起こります。下月騒動で足立康盛が滅亡しますが、足立康盛は大覚寺島 B 義の人でした。大覚寺島に近かった足立康盛が滅亡したことによって、天皇の位が郷宇多天皇から伏見天皇に移ります。天皇が伏見になりましたから、四天の君は亀山上皇から呉服格差上皇に移ります。皇太子は伏見天皇の子供の後の呉伏見になりました。1289年、鎌倉幕府で惟康親王が廃止されて、久平親王に交代します。久平親王は呉服格差天皇の子供ですから、この時点で寿命院統が地天天皇を交代し、将軍を独占したことになります。こうして皇統は寿命院統で一本化したかに見えました。これに失望した亀山上皇は出家して法王になります。ところで、1290年、浅原為頼事件という奇怪な事件が起こります。浅原為頼という武士が御所に乱入して、天皇と皇太子を暗殺しようとしたんです。浅原為頼の背景には、亀山法皇がいるのではないかというふうに疑われたんですが、四天の呉服格差上皇が、まあまあまあということで、うやむやにしてしまいます。呉伏見の弟、後の神田の天皇が生まれました。その時点で皇太子の後の呉伏見は11歳ですから、まだお子さんはいません。しかしながら、弟が生まれるということは、弟の花園を皇太子にして、呉伏見が天皇になることができます。そうなると、寿命院統の天皇が何代も続き、大覚寺統は完全に皇統から脱落してしまいます。そこで、1297年、亀山郷宇多が幕府に対して、必死に介入要請を行います。1298年、伏見天皇は皇太子の呉伏見天皇に上位します。で、その時、皇太子は誰になったかというと、幕府の指示によって、寿命院統の後の花園ではなくて、大覚寺統の後の呉二条に決まりました。寿命院統の呉伏見天皇が即位する時に、皇太子を大覚寺統の後の呉二条にするということは、鎌倉幕府が両統鉄立を続けるという方針を示したことになります。両統鉄立を続けるという鎌倉幕府の方針によって、呉伏見天皇の皇太子となった国治親王は1301年即位して呉二条天皇になります。鎌倉幕府は両党鉄立の方針を取っていますから、皇太子は寿命院統側から出すことになります。ところが、1308年、呉伏見天皇の跡継ぎとなる和弘親王はまだ生まれていませんでした。そこで寿命院統は、呉伏見上皇の弟の後の花園天皇を皇太子に立てます。呉二条天皇が即位したときに、皇太子となった後の花園天皇。この人はワンポイントの天皇で、花園天皇の子孫が天皇になることは予定されていません。こういうワンポイントの天皇を一代子と言います。天皇が呉二条天皇になりましたので、四天の君は伏見上皇から大覚寺統の呉伏多上皇に移ります。こうして大覚寺統は、呉伏多上皇、呉二条天皇という形で政権を取り戻すわけですが、1308年、呉二条天皇が亡くなってしまいます。呉二条天皇が亡くなって、皇太子の花園天皇が即位し、四天の君は呉伏多から伏見上皇に変わります。では、
花園天皇の皇太子は誰にするのか。これ大覚寺統から出すんですが、五二条天皇の子供であれば、国吉親王ということになります。しかしながら、後宇田上皇はここで勝負に出ました。皇太子を孫で生まれたばかりの国吉親王ではなくて、五二条天皇の弟の後の後醍醐天皇の方に持っていったんです。この時、花園天皇は12歳、後の後醍醐天皇は21歳ですから、天皇よりも皇太子の方が年が上という異常な事態なんですが、後宇田は後の後醍醐天皇をワンポイントリリーフに使って、本命の国吉親王をその次の皇太子にしようとしていました。花園天皇と後醍醐天皇は皇太子の時から一代主であるということを運命づけられた天皇だったんですね。大覚寺統の嫡系は亀山、後宇田、後二条から国吉親王です。大覚寺統の人はそう考えていて、大覚寺統に仕える貴族たちも亀山、後宇田、後二条、国吉に従います。自明院統の方の嫡系は後深草、伏見、後伏見、和人親王なので、花園天皇と後醍醐天皇というのは一代主ということで、似たような運命を持った天皇だったんですね。後宇田上皇は花園天皇の皇太子に後醍醐を立て、後醍醐が即位した時に本命の国吉親王を皇太子にすることによって、大覚寺統が2代続けて天皇を取り、そのまま大覚寺統側で皇統を独占してしまおうと、そういうことを考えていたのかもしれません。1314年、伏見上皇は後伏見上皇に四天王座を譲りました。1317年、伏見上皇が亡くなります。花園天皇の在位も10年に近づいています。まもなく大覚寺統の方に皇位が移るわけですが、ここで両党設立のルールを明確にしておこうという話し合いが行われました。文法の和談と言います。しかし、この文法の和談では、両党設立のルールを明確化することはできませんでした。ただ、大覚寺統の天皇が後醍醐から国吉親王に変わった時の皇太子は自明院統の和人親王にするという合意があったとかなかったとかという話になっています。1317年の文法の和談の翌年、花園天皇は上位して後醍醐天皇が即位します。皇太子は同じく大覚寺統の国吉親王です。で、後醍醐天皇の即位に伴い、天の君は大覚寺統側に移動して後宇田上皇になります。で、後宇田上皇は2度目の院政を行うわけですが、1321年、後宇田上皇は院政を停止して、後醍醐天皇の新政が始まります。それから2年後、1324年、後宇田上皇が亡くなりました。この年、後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒そうとしたという象徴の変が起こります。この象徴の変というのは、歴史学者の間では、未だ統一した見解がないらしくって、高校の教室では1324年の小中の変と1331年の元寇の変は、後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕計画であるというふうに教えているわけですが、1324年の小中の変については、後醍醐天皇がこの時点で鎌倉幕府を倒す動機がないと。中の変の真相は、自明院統側が仕掛けたもので、後醍醐天皇が鎌倉幕府に謀反を企ててますよと騒ぎ立てることによって、鎌倉幕府の手で後醍醐天皇を失脚させようとしたのだと、という説が今あるんですね。畑野先生の乱世の天皇を読んでみると、1320年の小中の変は、自明院統が仕掛けて、
後醍醐天皇の謀反をでっち上げて、鎌倉幕府の手で後醍醐天皇を引きずり下ろそうとしたという説があるが、私、畑野祐介先生もこの説に従いたいと書いておられます。なんでかなと思って続けて読んでいくと、この段階で後醍醐が退位しないどころか、後醍醐天皇はその後10年以上にわたって攘夷しようとしませんでした。これは鎌倉幕府が後醍醐天皇に遠慮しているからや。鎌倉幕府がなんで後醍醐天皇に遠慮しているかというと、承久の変の時に鎌倉幕府は後醍醐天皇に借りを作ったからやと。ふむ、なるほど。最近の歴史学の世界ではそういう説が有力になっているのかと。もうこういうのは私の手には負えません。もともと私が理解していたストーリーに話を戻しますが、大覚寺統の本来のプリンスは国吉親王なんです。で、後醍醐天皇というのは一代主なんですね。そういうことがあって、皇太子の国吉親王は、おじさんの後醍醐天皇に対して、ぼちぼち攘夷したらどうですかというふうに働きかけていきます。ところが、後醍醐天皇に攘夷を迫っていた国吉親王が1326年に亡くなってしまいます。皇太子であった国吉親王が亡くなってしまったので、じゃあ皇太子は誰にするんだという話し合いが行われました。皇太子候補者は3人います。自明院統の和人親王、皇太子であった国吉親王の子供の安人親王、現職の天皇である後醍醐天皇の子供の武吉親王。話し合いが行われた結果、後醍醐天皇の新しい皇太子は、自明院統の和人親王に決まります。後の光厳天皇です。和人親王が皇太子に決まった後、おじさんにあたる花園上皇が皇太子の和人親王のために、解体師の書という本を書いています。この解体師の書というのは、金城天皇が皇太子の頃に読んだということで、昨年話題になった本です。皇太子の国吉親王が亡くなり、後醍醐天皇の国吉親王に代わる新しい皇太子は、自明院統の和人親王、後の光厳天皇に決まりました。和人親王が即位して天皇になった後、その次の皇太子は、大覚寺統の嫡系である安人親王のところに行く可能性が高くなりました。後醍醐天皇が自分の子孫に皇位を伝える可能性は極めて低くなります。後醍醐天皇があえて自分の子孫に皇位を伝えようとするならば、自明院と大覚寺と幕府が合意している領土設立というこのシステムを倒さなければならないということになって、1331年、後醍醐天皇が挙兵します。元寇の変です。この後醍醐天皇の挙兵は、朝廷の大覚寺と自明院と、そして幕府も合意している領土設立という体制に対して天皇が反抗するわけですから、主上御謀反とか天皇御謀反と呼ばれています。で、元寇の変は失敗に終わり、後醍醐天皇は天皇の位を降りて、和人親王が即位し、光厳天皇になります。四天の君は自明院統の後伏見上皇になります。そして、光厳天皇の皇太子は、大覚寺統の安人親王になりました。大覚寺統、自明院統、幕府は、領土設立を続けようとしていたことがわかります。ところが、1333年、森吉親王、楠木正成が挙兵し、後醍醐院が隠岐を脱出して、鎌倉幕府滅亡から南北朝の騒乱に向かっていきます。